さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は、はい、シソと、ささみは細く切って梅肉混ぜて巻いていきます。春巻きってやっぱりお弁当にするとしなしなになっちゃうと思うんですけど、はい、それを解消するためになるべく小さめに巻きます。皮の層が厚くなるので、しなしなってなることが防げるんですね、いつもまあこれぐらいだと思うんですけど、3分の2ぐらいの大きさに留めて、用事でここは留めちゃいます。用事でいいんですね。そうなんです、用事で。で、上がったら取れば、取れば、きちんと止まっている。